さて、報酬についてグリッドワールドの例で練習をしてみましょう。先ほど同様にゴールに行けばプラス1、ピットフォールに落ちればマイナス1の報酬があるとします。さて、これに加えてですね、これら以外の状態ではマイナス 0.01 の報酬が与えられるとします。まあ、イメージとしては、ご飯を食べなきゃお腹減っていきますし、喉も渇いていきます。まあ、なんかそんな感じで時間的に、時間が経つと何らかのペナルティがあると、そういうイメージですね。まあ、走り続けなければ同じところにはいられないわけです。さて、こういう問題を考えるとどのように行動決定は変わるでしょうか。まずですね、ペナルティがあるとゴールにたどり着かずにうろうろとのんびりしていると、その分だけ報酬が失われるということですね。なるべく急いでゴールに、最短経路でたどり着かなければならないということになります。なんでポリシーはこんな感じになりますね。ちょっとここでなぜ左に行ってるかっていうのはちょっと一旦置いておきましょう。これはなぜかっていうと、0.2 の確率で失敗するので、こっちに行くとピットフォールに落ちてしまう可能性があるので、ぐるりと回ってるわけです。ではですね、このデフォルトの報酬値、この R0 ですね、ゴールとピットフォール以外のこの報酬値を、そうですね、例えばマイナス10となった場合どうしましょうか。あなたは何を行ってもマイナス10の報酬というか、ペナルティですよね、を受けます。マイナス10になると、なんならあなたはピットフォールに落ちた方がいいということになりますね。永遠にペナルティを受け続けるよりもマイナス1の報酬を受けてこのゲームを終わらせた方が良いということですね。こういう問題ですとですね、最適なポリシーというのはこんな感じになりますかね。はい、ちょっと右左の方は一旦置いとくとして、あなたはもうピットフォールに落ちた方がマシだということになります。悲しいですね、ちょっと。はい、じゃあ逆にですね、デフォルトの報酬値をプラス10にした場合どうなるかっていうと、この場合はもうゴールにすらたどり着かずに永遠にこの世界をさまよい続けた方が良いということになりますね。最適なポリシーっていうのはゴールにもピットフォールにも、永遠に近づかないということになるでしょう。このように報酬を変えてあげることによって最適なポリシーっていうのは変化していきます。